こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は情報発信で稼ぐと、ね、情報発信のおすすめです。これ Amazon 輸出のマニュアル販売セミナーコンサルティングで稼ぎませんかというお誘いですね。Amazon オーストラリアが物販を取り扱うようになると、まあ、今アメリカ Amazon でやってるのと同じことをするだけでもですね、稼ぎはまあ3倍以上になるのはほぼ確実だと思います。それと、まあ、アメリカでは通用しない無在庫ね、以前はアメリカも無在庫で販売できましたけど、そういうやり方も、オーストラリアではしばらくできると。ね、で、アマゾン輸出を始めた、まあ、5年前ね、実施して、まあ、わずか1ヶ月で月額100万円儲けたと。売上じゃないですからね。売上は200万とか、まあ、当時利益率良かったんでね、50% ぐらい取れてたんで、売上200万で、利益が100万とかね、いう方も数人いました。まあ中にはね、開始した半年も経たないのに2000万も売った人もいますけど、まあそれぐらいやっぱり、始まった当初っていうかね、実は早い方はもうその前、それよりね、半年1年前からやってたんでしょうけど、まあ実際にその、やりませんかとやり方を教えますっていうふうに手を挙げて、やるようになったのは、まあ大体5年前ですね。で、その頃はそんな風に、儲かってました。で、私が本を書いたね、3年と3ヶ月前、まあ、この時点で、月30万稼いでた人、もうその時点で30万稼いでた人よりも、今10万稼いでる人はね、高度なことやってます。まあ、要は、昔よりはだいぶ稼ぎにくくなってると。ね、他のやり方に比べたら、アフィリエイトだのね、国内セドリ、輸入ビジネスに比べたら、まあ、Amazon輸出の方がやっぱり稼ぎやすいんですけど、まあ、それでも、ね、開始当初、3年前なんかと比べたら、稼ぎにくくなってると。でも、まあ、またというかね、今までなかった未曽有のそのチャンスが訪れるわけですね。で、まあ、なんだ、本当に全然稼げるじゃんというのを見ると、まあ、皆さんやっぱね、殺到します。で、3年前はね、儲かる状態なんで、セミナーや情報商材も活況でした。私もね、当時はそんなに、メルマガの読者もいなかったし、YouTube の動画もね、あんまりアップしてなかったんで、お客さん集めるというね、力が非常に弱かったんですけど、まあそんな中でもね、ハワイで開催しますって言って10人、ね、旅費とホテル代とかかってさらに15万か20万いただいて10人の参加者。で日本だとね、東京と大阪であったんですけど、50人以上があっという間に集まってもうすぐ満員と。いう感じです。で、それね、まあ、本とか出してたから、そんだけ集客できたのかと言うとね、本はこの時点でもすでに輸入の本は出してましたけど、その輸入のビジネスのね、情報発信してセミナーやりますとか言ってもね、集客がわずか3人ということもありました。その同じリストで、Amazon輸出と言っただけでね、50人集まるというぐらいのね、勢いの違いがあったわけですね。そうするとね、オーストラリアアマゾン始まると、もちろんね、売って儲かるっていうのもありますけど、この情報発信もね、相当儲かるんじゃないかというふうに思います。そんなわけで、まあ、今から、情報発信ね、まずは、ブログでしょうね、まあ、ワードプレスで情報発信をして、まあ、情報発信の方法を学んでというか、ね、オーストラリアアマゾンの開始に備えて、オーストラリアアマゾン開始になったらね、その開始の実績を出して、まあ実績の方はね、私の方の実績もお出ししますんで、それを見せれば、まあ大抵集客は苦労しないと思います。ですんで、ね、情報発信やってみたいなという方いればですね、お気軽に、お声掛けください。例えば、今アマゾンでね、10万円稼いでると。アメリカで10万稼いでる場合、まあ、オーストラリアアマゾンで物販開始されると、物販で30万稼げると。ね。だから、この時点でもう単純に、10万が40万に増える。もうこれは、オーバーに言ってるんじゃなくて、ほぼ硬いと思います。で、実際問題、オーストラリアだったらね、今、日本だとあんま稼げなくなってるような商品でも、全然稼げますんで、まあ、もっと、ね、上を目指すことも可能と。まあ、ただね、あんまりいいことばっかり言ってね、実現できないとあれなんで、まあ、これぐらいで見といてください。で、
まあ、それだけ稼いだ、ね、30万稼いだ成果を見せて、で、このやってることを全部教えますと。まあ、全部教えますったってね、まあ、実はアメリカでやってることと同じことやってるわけなんで、まあ、大した、極秘のノウハウってのはないんですけど、要は、やり方を教えれば、同じように稼げるというね、ことになるんで、そういうセミナーを開催すれば、例えば、3万円で、開催して10名集めれば30万と。で、これね、自分で集めてくださいってわけじゃなくて、私のメルマガなんか、あるいは YouTube なんかでも協力しますんで、おそらく、この3万円で10人集まるっていうのは最低限のラインとして簡単に集まります。逆に、例えば東京とか大阪を見たくね、何人か会員さんがいらっしゃるところは、その場所をずらすとか日付をずらすとか言ってバッティングしないようにしますんで、まあそうすればね、このセミナーに人が集まるっていうのはほぼ固いと。で、セミナーで喋るのはね、ちょっとハードル高いですという方は、まあ逆に、まあセミナーなしでね、まあ少人数であって、1対1であって、使い方、設定の仕方、パソコンの設定の仕方とかね、そういうのを教えるって形でもいいでしょうし、あるいはね、あったりなんだりって副業で厳しいという方は、マニュアルをまとめるって形でもいいと思います。で、まあ、セミナー、マニュアル、全部やった場合にはですね、まあ、10万円が70万円に増えると。物販だけだと10万円が40万だけど、情報発信をプラスすればね、70万円に増えると。いうのが見込めます。で、しかもね、これ、セミナーね、やって、10名の予定したけどね、人数が20名に増えたと言った場合にはね、サポートの応援とか頼めば済む話なんで、経費が倍になるわけじゃなくてね、まあ、ほぼ利益が増える形になりますんで、まあ、セミナーや、マニュアル、ね、コンサルティング、まあ、人数が増えれば増えるほど、どんどん稼ぎが増えるという形になります。で、それとね、ペイオニアとワールドファーストの紹介料だけでも私の場合200万ぐらい稼ぎました。いただきました。で、これね、今、国内のセドリ、あるいはね、Amazon の販売だけをやってるけど、まあ、アメリカはちょっとね、まあ、今、参入してないという方もね、オーストラリアが始まったというので、オーストラリアでこれぐらい稼げますという情報をね、発信すれば、おそらく、海外初めての方も参入するんで、このペイオニアとワールドファーストのアフィリエイトだけ、ね、他のまあセミナーとかね、マニュアルとか教えるっていうのは興味ない方でも、コツコツね、ブログを書くことができるんだったら、まあ、オーストラリアアマゾンの開始に合わせてブログは書いておいた方がいいと思います。何しろね、その売上の事例とかそういうのはね、私の方に集まってくるのを、あるいは私が自分でやったのを使ってもらえば事例はあるんで、まあ、ネタの方は、豊富にありますから、要はコツコツね、書いて情報発信してみたいという方いればですね、お気軽に手を挙げてください。で、適正なんですけど、まあ、ほとんどの方はね、私も今まで声をかけて教えませんかと言った場合ね、売上なんかを気にするんですけど、まあ、正直、売上っていうのはね、宣伝の面じゃ多少有利ですけど、教えるってことに関してはね、あんまりプラスにならないです。というよりね、売上いっぱい上げるけど教える下手っていうのが標準的な物販の人たちの、まあ、サポート概要なんで、それよりも、ね、マニュアルをまとめるのが苦にならない。ね、マニュアルを読みやすい マニュアルを作れると。あるいは教えることが好き。ね、まあ、先生やってた人ってのはあんまりいないでしょうけどね。例えば子育てしてる方なんかは、もう子供に、何か言って聞かせるというのがね、まさにこの教えるってことと似てるんで、もうこれは適性があると、子育て経験ある方は適性があると思っていただいて間違いないです。あとね、うまく喋れませんって方多いんですけど、まあどっちかというと、まあセミナーは多少喋れますけど、自分が喋るというよりも、人の話を聞くのが得意という人の方がね、このコンサルティングには向いてますんで、まあ、何しろ、向いてる向いてないはね、どういうやり方すればいいかっていうのも含めてアドバイスさせていただきますんで、この情報発信というのに興味ありますという方はですね、お気軽に手を挙げてお知らせください。サポートの方をさせていただいていこうと思います。この追加のコンサルティング費用は不要です。個別サポートを受けている方であれば、情報発信やっていただけますんで、興味があれば声かけてください。そんなわけで、本日はオーストラリアアマゾンの開始に合わせてですね、情報発信もしてれば、さらに稼ぎが増やせるんで、
情報発信も始めませんかというお誘いでした。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。